イチローズモルトは非常に人気が高いですね。イチローズモルトとは、創業者のアクトイチロー氏が運営しているベンチャーウイスキー株式会社からリリースされているウイスキーの銘柄となります。今回はこのイチローズモルトの楽天市場での売れ筋ランキングをご紹介していきたいと思います。第8位、イチローズモルト505、税込8250円。イチローズモルト505はもともと飲食店限定ボトルとしてリリースされました。時間短縮で苦境を強いられている飲食店を応援するために発売されたボトルとなります。基本的には市販はされていませんでしたが、現在では飲食店以外でも購入できるようになりました。しかし現在はかなり希少なボトルとなっています。第7位、イチローズモルト秩父チビダル。イチローズモルト秩父チビダルは通常の樽より小ぶりな4分の1サイズの愛称チビダルと呼ばれるオリジナルのクォーターカスクで熟成させた数量限定のシングルモルトウイスキーとなります。2010年に蒸留し、2014年にボトリングされ、わずか6200本しかボトリングされていない希少性の高いボトルとなります。第6位、イチローズモルトクラシカルエディション税込7700円。クラシカルエディションは秩父の環境でさらに熟成を深めた世界の5大ウイスキーを使用するというコンセプトはそのままに、よりクラシカルな味わいを追求した商品と説明されております。一般的にはホワイトラベルのワンランク高い商品と位置づけられています。数年販売ボトルではありますが、常に品薄で入手困難であるため、店頭で見かけたらかなりラッキーかもしれないですね。第5位、イチローズモルトワインウッドリザーブ税込8800円。羽生蒸留所のモルト原酒と数種類のモルト原酒をバッティングし、2種類の赤ワインダルで高熟されたウイスキーとなります。ワインダルの特徴が色濃く出ており、フルーティーさとタルコーを感じられる一本となります。非常に色合いが特徴的なボトルです。ノンチルフィルタードノンカラーとのことです。こちらのボトルも定価で店頭ではなかなか見かけないウイスキーですね。第4位、イチローズモルト水ならウッドリザーブ税込8800円。水ならウッドリザーブは2010年のワールドウイスキーアワードでノンエイジ部門のカテゴリーにおいてベストジャパニーズブレンデッドモルトを受賞しました。使用している原酒は羽生蒸留所のモルト原酒と複数のモルト原酒をバッティングし、水ならリザーブバットで再熟成させたウイスキーとなります。イチローズモルトのラベルにデザインされている模様は水ならの葉をイメージしたものとなります。第3位、イチローズモルトリミテッドエディション税込1万1000円。リミテッドエディションは世界中からえりすぐられた9つの蒸留所のモルト原酒と2つの蒸留所のグレーン原酒を使用したウイスキーとなります。その原酒に秩父蒸留所が2008年創業当時から熟成させてきたイチローズモルトの原酒をブレンドしたワールドブレンデッドウイスキーです。ホワイトラベルの上位グレード版という位置づけとなります。1万円を超えるブレンデッドウイスキーであるため、かなり高価で希少なウイスキーとなります。第2位、イチローズモルトダブルディスティラリーズ税込8800円。ダブルディスティラリーズは羽生蒸留所と秩父蒸留所のモルト原酒をバッティングし、羽生蒸留所のパンチョンダル原酒を主体としたシェリーダル原酒と秩父蒸留所のモルト原酒では水ならダルを使用しています。羽生蒸留所と秩父蒸留所の2つの蒸留所ディスティラリーの原酒を使用したことがダブルディスティラリーズの名の由来となっています。イチローズモルトのリーフシリーズは店頭に並べば即日売り切れてしまうほどの人気で、入手困難なウイスキーですね。リーフシリーズの中でも代表的な一本となります。リーフシリーズは2022年4月に6600円から8800円の 33% も値上がりしております。第1位、イチローズモルトホワイトラベル税込3850円。1位はやはりみんな大好きなホワイトラベルですね。ホワイトラベルはイチローズモルトシリーズの中で一番手頃な価格で、イチローズモルトの入門ボトルといえるウイスキーとなります。バックラベルには右下にロットナンバーが刻印されていますが、番号によってバッティングされているウイスキー原酒が異なるとのことで、若干の味の違いが現れています。そのため飲み比べなどができるのも魅力の一つかもしれないですね。こちらのボトルは他の1ローズモルトのボトルと比べると比較的に手に入れやすいボトルであり、コスパも高いため常飲ボトルとして楽しんでいる方も多いみたいですね。しかしどこの酒屋さんでも常に売っているわけではないため、私は常にストックを用意しています。イチローズモルトはどの銘柄も非常に人気が高く、酒屋さんではほぼ見かけないボトルばかりであるため、発見したらぜひ購入をおすすめします。日本のウイスキーはサントリーや日課が有名ですが、現在はその次に人気な蒸留所と言ってもいいくらい人気が高いですよね。海外でもイチローズモルトのファンが多く、日本を代表するクラフト蒸留所と言えます。それでは今日はここまでです。よかったら他の動画もぜひ見てくださいね。よかったらチャンネル登録、高評価お願いします。